スクリーンプラススクリーンオンラインをご覧の皆様、こんにちは、長妻レオです。はい、6月11日からね、舞台タンブリングに出演させていただくことになりました。そうですね、意気込みと見どころお願いしますになってるんですが、やっぱ意気込みはそうですね、新体操の題材としたお話なんですけれども、でも新体操やったことがないので、どれだけその演技をされてるね、高校生、大学生とか、まあ、小学生で、中学生でやってる方もいると思うんですが、まあ、そういう方にどれだけこう近づけるかっていうことをちょっと頑張っていきたいなと思ってます。見どころは、そうですね、やっぱ高校生でちょっとやっぱこう不安とか、なんかこう、思春期とか、そういう不安定な時期に、こうどれだけこう演技をね、揃えられるかっていうのが、やっぱこう、肝になってくると思うんですけど、やっぱこう、私生活とか、学校生活と、やっぱその本番でこうステージに立って演技するときのこの差を、なんか、どうやってこう乗り越えていって、どうやって本番をやっていくのかっていうところが見どころになっていると思います。そういうところをね、ぜひ見ていただけたらいいなと思ってます。はい、6月11日から大阪、6月17日から東京にて上演のね、舞台、タンブリングが、タンブリングがあるんで、ぜひね、皆様、大変だと思うんですが、ぜひ見ていただけたらいいなと思っています。それでは、長妻レオでした。